のアクティブなニュースをお届けする街ナビエスパーク。エスパークの S はスマイル、笑顔の S、 社員、輝きの S、 スポーツの S、 宮城のいろいろな S が集まる動画パーク、楽しい公園のような番組を目指していきます。前回第1話は高校ボート競技東北選抜大会をレポートしましたが、見逃してしまった方は画面上にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。さあ、第2話のテーマはプレミア米、鳴子の米プロジェクト雪結びです。握りたてのおにぎりを味わい語り合うおむすび屋さん、むすび屋さんを取材しました。この番組は作る人と食べる人みんなの力で地域の脳を支えたい、特定非営利活動法人鳴子の米プロジェクト、メイキングトゥモロー・ザ・パワー・オブ・シチズン、街ナビ編集部がお送りします。温泉と紅葉が人気の鳴子温泉、さらに山あいにある地域鬼神戸。2006年、鬼神戸地域の山あいの田んぼで寒さに強い新品種のお米東北181号の試験栽培が開始されました。まさにこの瞬間が鳴子の米プロジェクトの始まりでした。秋には見事に実った稲穂、早速新米を炊いてみんなで味わい、そして語り合う。うん、もっちりしてうまいな、冷めても固くならなくておむすびが美味しい、米の甘みがしっかりするぞ、来年の田植えが楽しみだな、米の名前は雪結びがいいんじゃないか。山あいの田んぼで味わい語り合った格別な時間が雪結びを誕生させました。種をまき、水をやり、田んぼに植え、うちの成長を願いやっと収穫する、自然と人々の結晶として出来上がった作物、そこに人が集い味わう、そして来年の豊作を願い語り合う、鬼神戸の山あいの田んぼで日本の原点のような時間が流れていきました。2008年、大崎市役所第1回宝の国活性化貢献賞を受賞。仙台放送ではテレビ番組情熱エンジン強いおむすびと題して特集番組が放送されます。さらに NHK 仙台放送局ではドラマお米の涙を制作、鳴子の米プロジェクトを題材に中山間地の米作りに焦点を当てたシナリオとなっており、雪結びが登場することに、こちらは後に全国放送となりました。翌年2009年には第3回あなたが選ぶ日本一美味しい米コンテストで雪結びが最優秀賞に輝きます。巷ではなかなか手に入らない希少米、グルメな米通に選ばれる知る人ぞ知る美味しい米とその名を轟かせ始めます。こんな雪結びのストーリーご存知でしたか。おにぎりが最高に美味しくなるお米雪結び、握りたてのおにぎりが味わえる直営ショップ結び屋さんは鳴子峡を過ぎてすぐ左側、 JR 中山平温泉駅の手前にあります。美味しくて可愛いおむすびメニューのラインナップをご覧ください。まずご紹介するのは海苔を巻いた鮭のおむすび。焼きたての鮭をそっと手でほぐしてご飯の真ん中にたっぷりと乗せていきます。七ヶ浜星さん特製の海苔を巻いて、てっぺんに鮭の目印を乗せて出来上がりです。続いては麹南蛮味噌焼きおむすび。お米をしっかり握って軽く焦げ目をつけて香ばしく焼いていきます。味の決め手は麹南蛮味噌、結びや自家製味噌をたっぷりと、仕上げにもう一度焦げ目をつけさらにさらに香ばしく焼いていきます。こちらの綺麗な色は季節の青菜巻きおむすび。季節のお漬物を中央にしっかりとでもほぐれやすく握ります。地元採れたての青菜を浅漬けにし、綺麗な色に仕上がった青菜を一枚一枚丁寧におむすびに着物を着せるように握っていきます。海苔を巻いた梅干しのおむすび。綺麗な赤に使った岩出山佐藤農場さんの梅干しを真ん中に、
七ヶ浜星さん特製の海苔を巻いて、てっぺんに梅干しの目印を乗っけて出来上がりです。味噌漬け混ぜ込みおむすび。ご近所にお住まいの磯子さんの味噌漬けを刻んでおにぎりに混ぜていきます。崩れないようにしっかり、でもほぐれやすい絶妙な握り加減にして出来上がりです。塩むすび。使用するのは雪むすびと岩手県野田村の野田塩だけ。究極のシンプルグルメ塩むすび。おにぎりに最適な米である雪むすびの実力を思う存分味わえます。シンプルにただただうまいの一言。いかがでしたでしょうか。雪むすびのおむすび、無性に食べたくなってきてしまいますよね。日本人だもの。週末のドライブ、鳴子温泉方面はいかがでしょうか。山あいの澄んだ空気と握りたてのおむすびは最高の組み合わせ間違いなしです。米どころ宮城県に生まれてきてよかったですよね。宮城のお米は本当におすすめです。宮城のアクティブなニュースをお届けします。まちなびエスパーク。この番組は作る人と食べる人、みんなの力で地域の農を支えたい、特定非営利活動法人鳴子の米プロジェクト、メイキングトゥモロー、ザ・パワーオブシチズン、まちなび編集部がお送りしました。